はい、皆さんこんにちは。蛍の光、ナレーションの有無、オープニングのあの始まり、やるかやらないか迷走しております。とりあえず今回は久しぶりに本編中はナレーションをありでやってみたいと思います。蛍、こっちにおいでってことで、これ今寝室から撮ってるんですけど、寝る前に僕たちが寝室に行くと、まあ大抵僕たちの後を追って寝室の方に入ってくるんですけども、この日はなぜか入り口のところで止まってしまいました。でこっちおいで、こっちおいでって呼んでるんですけど、なかなかこの場を動かない蛍。でちょっとハーハー言ってるのは、さっき向こうのリビングの方で興奮して蛍がね一人で暴れ回ってたので、でそれでもう勝手にっていうか、もう先に寝室の方に僕たち来たんですけど、で蛍おいでって言って呼ぶとここまでしか来ないんです。これはね、多分ですよ、多分蛍のもっと遊ぼうアピールだと思います。なんか見てますね、ちらっとなんか時計見たみたいな。であくびしてるからね、この時間はね、本当はね、蛍もあの寝る時間なんですよ、いつもだったらね。だけど寝る直前にちょっと興奮してスイッチが入っちゃったので、まだ寝たくないアピールをしています。いつまでこうやってじっとしてるかなと思ってじっと見てたんですけど、おいで。蛍、しばらく根比べしてたんですね、蛍と。いつまでどっちが迎えに、こっちが迎えに行くのを蛍が待つのか、ダメ、僕たちが動かないのを悟って蛍が動くのか、おいで。ギリギリの攻防戦でした、ね、断固として動かない蛍。果たしてどっちが折れたのでしょうか。違う、来るかなと見せかけて止まります。粘る蛍。まーちゃん見て、こっち、またこっちよ、まーちゃん、違う、怖い。あっちは玄関です。玄関の方に行ってね、多分靴を取りに行って、まだ遊んでアピールをするんですよ、蛍時々靴を持って、ダーッとリビングの方に走って、遊ぼうアピールをしようかなと、今したところだと思うんですけど、蛍の負けでした。蛍が諦めてきました。あんまりね、こんなことないんですけど、あまりにも可愛いんで撮ってみました、動画を。これはまた別の日ですけど、気持ちよさそうに蛍寝ています。あ、これ、あ、これはね、エアコンが壊れたのでっていう動画を以前出したと思うんですけど、新しいエアコンがついてちょうどここに当たるんですね、多分エアコンが。気持ちよさそうに寝てますね。そうだそうだ、思い出した。やっぱりね、10年前のエアコンと今のエアコンじゃ全然やっぱり風の力もね全然違うんで、やっぱり温度設定も変わってきますよね。本当にパワフル、今のエアコン。蛍も気持ちよさそうです。口の下がちょっと赤いのは多分痒いんだと思います。口を絨毯に擦ってました、この直前に。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。